来た、送ります、取りました、アウト、そのままタッチしてツーアウト。さあ、そしてバッターボックスには岡本が入っています。さあ、ツーアウトながら先制のランナーを得点圏に背負います。引っ張った、サード取った、一塁アウト、スリーアウトです。さあ、これからジャイアンツが守備につきます。そしてマウンドに上がる福留が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球打ち、ここは打ち上げています、取ってワンアウトです。バッターは2番に入っている吉田、床田、まずは先頭バッターを打ち取っています。ピッチャーちょっと疲れてきたか、スタミナ面はどうでしょうか。いや、たまにね、力がなくなってきましたね。はい、さあ、甘い球、初球打ち、高く上がって入った、先制ホームランです、ジャイアンツ。いや、完璧。これが初球、打ちました、高く上がったライトが入った、ホームラン、ソロ。いや、かさあ、初球は何か、バットの構えを見せてきました。引っ張った、ライト線フェアです、二塁へ送球する、バッターランナーは二塁まで、ファウル、打ちました、レフトに大きな打球、スタンドには届きません、セカンドランナーホームイン、期待に応える、初球は何で来るか、セカンドランナースタート、三塁はタッチアウト、さてバッターボックスの岡本、どういうバッターなんでしょうか。まあ、まさに率も残せるホームランバッターって感じですかね。なるほど、そうですか。3球目打ちました、レフト線を深く破るヒットになりました、ランナー出ました、ジャイアンツです。ツーアウトランナー一塁、バッターは7番に入っている森、ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました、いい当たり、吉川一塁アウトで3アウトチェンジです。試合は最終回まで来ました。追いかけるジャイアンツの攻撃、バッターは5番高橋、ジャイアンツリードで迎える最終、バッターボックスには代打の万波。さあ、ここはなんとか意地を見せておきたいところ。当然ベンチもそれを期待してるでしょうからね。そうですね、この起用に応えたい。さあ、2球目は何か、打ちました、打球は右中間へ、ライト掴んでワンアウト。6番バッター銀次、ビーディー、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました、痛烈、これはセカンドライナー、バッターは7番に入って